あ、先行でーす。はい、3倍。はい、ねえ、ここで、はい、線は、はい、エンドフェイト考えます。ステップボード。また、はい。とりあえず、はい。スタンバイ。入れて。わかんない。知らん。ここか。はい。見る必要はないです。
で、その上下の方向はいかにどっちかしか使いたいですかね。はい、はい、はい。相関では出ないのかな。特殊相関あ、どうしようかな。確かに。ブルーエンジェルのロジェルで、はい、映画です。マスカケの感じの。そこ向こう考えます。鑑定士も出てきそうやな。出てくる。自信はあるけど。中国でーす。ウラルでーす。あ、コストを送るんで。あ、はい、コストを考えます。あんまライフ減らしてきたら、だいぶ終わるかもしれない。植物判定死んで。今年の抱負は今年の抱負はエーライフ、エーラー。今年のベーラー。今年のベーラー。今年のベーラー。このベーラーですね。やった、これじゃない。すげえ。残念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 。残ちょっと考えます。やめてください。ワナベーダー。マジ？ベーダーが発動できるというか。
ていい。あざとこ、あざとこ貫通の余白。あ、これだね。黄色に黒を貼ったら手札から発動できるベーラー。まあ、終わり。いやいや、あざとこだったら黄色こそ買うやん。あざとこに打ったんじゃないの。あざとうとノンスタイクこれ罠やから全部出るんだと思うね。いやいやいやこれ2枚引いても2回引いたら2枚引いてもこれシブリングやめなのガッチリこれあれやこれトコロシックに終わるやん終わるわねあ、ワンのケアとか無理や。トコロジックのずっとこの職人だけど、トコロジックのずっとサイコショッパー入れるか。できるっすサイコちょっとフィールドの中の効果じゃん。俺だからこっち送りますぐらいだったらこっちか無理あぁアプテクトのやっぱ余計アプテクでいいんじゃん。そんな立ちながら最後に使ってトコロジックやるあぁ、あぁまずじゃあ2回目の効果であかんわ別の時に考えるわみんなはあれこっちは守るはい守る守る守るエビキシだとホテルで面白いですエビリット入ってないやばっ強いことしか入ってない強いことしか入ってないバグやばこれあかんにはそういうのができたらそっとして発動した場合、はい、そのターンのカセリスのカードの魔法バーの向こうはこれ絶対さやばいなシリーズでこれ休止してる場所考えなかな休止してる場所ばっかり考えなかいや2枚で飛んでるんですけど、結構2枚で押し考えない。セットして発動しとって、結構、まあ、ダメージ計算前でしたね。はい、絶対9してるみたいですよ。はい、大丈夫です。これ、フィンデルも締めるから、ね。はい。なんか、例えば、ドクロから入って、ベーラーって、右端に打ったら、スケールが絶対右端か左端になるから。両眼、スケールのどっちか絶対向こうになる。だから軽眼とかで動かなあかんときに軽眼で動くみたいな結構やばいやばいペンデラム大学だけ一番欲しいピンクだぞペンデラムあるやんこれでさあれやんデモンスターデモンスターですアンフィスバイオみたいなのが出るからまずしねあこのパックで水と水でしょあいつの方知らんねんリンク先にモンスターフリショーがあるから魔法は絶対しかあはいはい出国で、国境で、先行まで、はい、遠くに進めていくと、バルヘッド宣言終わらせてこれ、これは、マーメイツさんに。航空禁止しよう。白シャフあーいいですね6000円多分気になるのかなサーチをしないかあー裏の方ですこういうの見てた話、インクロメイクパンって書いてるかな。1600円。小学校でも話すんじゃないの ?1600 円から。これマジで強いベロマジで強いあの方のデメリットそんな手だったら3位置つけてよかったな確かに3位置つけてよかったなって初手にこれに見合ってさ両側に打ったらつける絶対向こう頑張れるはい、3つ終わったらクラマトン5やスケール確定でクラマトンはいクラマトンの下は面白いやばいな右腕
レベル6のやつ、はい、あいつでいいよ。グラマトンシグラシあとこいつ守備感があります。あいつは2年前で何やったら言ったら先にとりあえずモンスターに当てないと使うから、そうです、モンスター初動やったらほぼ買う。だいぶ近づく松木師匠監督から入ってきたら、ね、しかも右端発動これ右端でってさ、先行これ左端でって言ってるだけで、それはチェーン乗らないでほしいですよ。絶対乗りなんてない。はい、じゃあワンダブル、はい、おい、マフージの回答でした。はい、それなんかダメになったよ。なんもない、マフージもここに完全にブリチェーン、メインフェーズ限定とか特にブリチェーンとか、ブリチェーンとか残り大丈夫かな。僕は1300で400くらいあります。はい、写真これ来週がお互い2316で今400くらいで900です。自分のターンベーラーできますね。だってもう伏せとったら、なんならベーラーリっていうの伏せとったら自分のターンベーラーで破壊されたことないですか。はい、なくても自分のターンベーラーフィードルモーチじゃないか、そのやつはモーチちゃんカード買う、カードさすがにわな多いってんやったもん。無限にこいつって普段俺が不正の意味だね。はい、やばいやばい、スイッチスキルが死ぬ。ここにあのなんか点滅出たって読んでください。多分電池に最初はどう言い出すのかな。この日本語やったら死ぬやろ。実際で右端やったらスキルが最初左端の反応もあるよ。グラマトンは左端に二伏せやったらバリオザイ。右端と左端に二伏せやったらバリオザイ。どっちにやろうかな。2V1 あってなかった。どっちに左右に伏せられたらどっちにグラマトン張ろうかな。外しても週末とか週5の方が2個にしてるだけで普通になるんですけど、真夏の方が結構スケール効果で対応するから左右で、確かに赤だと片方だけ、片方の効果で片方に両日しがこっさ軽眼軽眼とかね、あれくらどんな軽眼軽眼にあれは丸くないやつ、丸くないやつ、ピッピッピッ、色がと思う。あ、でも軽眼軽眼って言ったら向こう効果があそうそうそうだからモンスター主導やらなかったら、まあ、案外やるかな、あ、マジキやしないあ、ごめんなさい、罠が発動したら強制的に5兆チェーンブロックまで5兆くてる間絶対にいるよ。はい、で、ハテからこれ多分、生活の前に発展してこの辺が消えてくる。いやこれ来たらもう無理やわ、勝負あなたと貫通されるはずは無理。次、モンスターじゃなくなった、はい、あと、とうとう、まじそこいな、どうしよう、じゃあ、罠でいいかもね。あと、いつも、罠でいいかも。あ、無理な、発生が死ぬわ、もう一個強いのが強いのが強いレッドリブート、あ、レッドリブート、レッドリブートとこれ来るのがセヒラも終わりやな。セヒラってかも天命の点は即死やと思うんですよ。レッドリブートってでもカウンター取られるだけやな、ね、他だって相手ターン5分じゃない、先行5分でアンフィスバイナー構えるのがあるんですけど、ラインに通すのがそういうことです。ラインの方ゴブじゃん。マジで出すよ。ハイムリンクさん。リンクに。だからゴブでゴブとリンクリで、リンクリで。トークンとリンクリで。アンビスバイナー。ただ攻撃が先のトークンだから。最後に、はい、着地で宣言いきましょう。で、接近位置の前で、はい、じゃあ処理現場ですから、だから賞金に行くと、はい、クリボーでボールを打って、はい、こっちの方に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 、こやんの間違いない。エンド。
スタンバイ。はい。あんまりないでしょ。なんだよ、名前。はい。ありがとうござい全部後から打たれても2回取ることができるから、こいつはもう絶対焦らんすよ、さっきまで。